はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は Highly Sensitive Person、 通称 HSP と呼ばれる感受性が非常に豊かで、周りの微々たる変化も思いっきり察知することができる、気遣いがものすごくできる人なんですけれども、その反面気遣いしすぎて気疲れしてしまって、周りの悪いエネルギーも含めて非常に吸収しやすいタイプの特性を持った人たちが、この2020年どうすれば生き抜いていけるのかについて、3つの解決策、3つのポイントをお伝えさせていただきます。2020年この時期、例の件で大混乱が起きています。ニュースを見ても、人々の表情一つとっても、ものすごく負のエネルギーっていうのが鬱積していますよね。その中でそういった負のエネルギーも含めて感受性が高いだけに、ドバ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 と自分の中に吸収してしまう。結果的にその負のエネルギーの中に自分自身の自我がある種埋もれてしまって、思考力の低下や判断力の低下っていうことにつながってしまって、じゃあ自分どうやって生きていこうだとか、これから自分自身はどうやって生活していくのかとか、自分の目標はとか夢だとか、そういったものっていうのが思いっきり霞がちになりそうになってしまうのが、この2020年だと思っています。実は自分自身も例の県で混乱し始めた1月末から2月末の1ヶ月間っていうのは、ものすごくそれで悩んだというか苦しんだ面があるんですね。その中で自分自身はもう20年近く講師をやっていますから、まずは自分の状況っていうのを自己分析するっていうテクニックは一応持っています。だから1ヶ月かかったんですけれども、なんで自分がこんなにぼんやりしてるのか、苦しんでいるのかっていうことを1ヶ月かけて自己分析し、じゃあどうすればいいのかっていう解決策を検討し、それを今回の動画で皆さんにシェアさせていただきたいと思います。自分の場合はですね、先に答えを言いますけど、タイに行きました。で、言い方悪いですけど、海外逃亡したんですよ。一言で言えば、この日本の中にいたらもう自分はあかんと思ったので、もちろん商談があったから不要不急の渡航は避けた上で、どうしても必要な商談があったからタイに行ったんですが、裏テーマとすれば海外逃亡だったんですよ、一時的な。で、結果的にタイから戻ってきて、頭思いっきりリフレッシュして、こういった動画っていうのを普通に撮れるような状況に今なっていますよね。じゃあそれはどういうことなのかっていうと、3つのポイントが挙げられます。まず、私が中学校高校の時に英会話を習っていた山田先生という先生が、いつも私におっしゃってくださった英語のフレーズがあります。それはこれ、 Choose your friends。今、要するに類は友を呼ぶなんて言葉はありますけど、直訳すると友達を選びなさいと、誰と付き合うかっていうのを選びなさい。これをね、もう何十回も何百回もおっしゃってくださったんですよ。要するに誰と付き合うかっていうのをコントロールすることによって、その周りの人たち、例えば例の混乱でもう日本はダメだとか、安倍首相はどうだとか、日本政府はどうだとか、中国はどうだとか、そういうことをわちゃ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 言っていて、アドラーの三角柱の中にある一つ目の側面、悪いあの人とかわいそうな自分、この2つに着目した肯定した意見ばっかバーってネガティブなことばっか言ってる人たちいたら、その人たち正直切っちゃっていいと思います。そんな集団の中にいたところで生産性って全くないからなんですね。我々にとって常に大切なのは、アドラーの三角柱3つ目の側面にある、今から何ができるか、これからどうするかということなので、まずこの Choose your friends、 自分が誰と付き合うかっていうのを改めて選択する、見直すことによって、我々っていうのはこの HSP ならではの感受性が豊かで、周りにもろ影響を受けやすいっていう状況から脱却することができます。二つ目なんですが、 Choose your environment なんですね。 Environment っていうのは環境っていう意味なんですが、環境っていうのはもちろん周りの人たちも含めた環境っちゃ環境なんですけれども、結局のところ自分がどこに住むのかってことですよね。これに関しては、例えば在宅ワークだったり、俗に言うノマドワーカーみたいな、どこで働いてもいいような仕事のスタイル、最近だとテレワークって言葉が流行り出してますけど、そういったスタイルの仕事をすることによって、自分の住む環境っていうのを変えることができるわけですね。この環境を変えることによって、我々っていうのはよりストレスフリーに生きていくことができます。三つ目なんですが、 Choose your information なんです。これものすごく大切かもしれない。どこに住んでいようが、誰と付き合っていようが、どんな人たちと付き合っていようが、我々は自分たちが何の情報っていうのを取り入れるかっていうことを自由選択肢で取捨選択することができるはずなんですよ。誰に言われたから、彼に言われたからではなくって、自分たちがどのような情報を取り入れるかっていうことが大切なんですね。さらに言えば、不要な情報を入れない、
シャットアウトしちゃっていいと思うんですよ。シャットアウトすることによって、自分たちの自発的な意見、自分たちの本当の考え方っていうのにたどり着くことができます。物販もそうなんですが、誰かに言われたことを二番煎じしててもプロのセラーにはなれないんですよ。私はもちろんいろんな意見言いますよ、講師だから。しかしながら講師の言ったことをただそのままやって講師のロボットになったところで、そのセラーっていうのは一人の物販セラーとして独立独歩邁進していくことはできません。なぜならば一人一人の個性が大切だからなんですね。じゃあ一人一人の個性を培って、一人一人の直感を養って物販セラーとして日進月歩を精進していくためには、自分自身の心の声っていうのをしっかりと聞く時間を作る。別に毎日1時間瞑想しろとは言わないけれども、いろいろな情報を何でもかんでも吸収してしまうのは良くないよってことです。で、ここに関しては HSP の人たちっていうのも訓練によって、どの情報を入れるか入れないかっていうのは行動ベースで変えていくことできると思うんですね。例えばインターネットのニュースを見たりだとか、 YouTube の関連動画をずっとポチポチクリックしていくと、大体最終的には悪いニュースだとか変な記事とかにたどり着くじゃないですか。誰と誰が不倫しただとか、どっかでどういう交通事故が起きただとか、今こういう混乱が起きているだとか、それって本当に必要な情報なんですかね。ほとんどの情報っていうのが必要じゃないんですよ。必要じゃないんですけれども、我々って周りの人の不幸に興味がありますよね。だからそういう情報ばっかり見ちゃう。せっかく大切な時間、24時間っていう時間があるにもかかわらず、その中の 80% 以上っていうのはネガティブな情報だと言われています。そのネガティブな情報をどんどん吸収していったところで、我々自身が今から何ができるかっていうことの答えを見出すことはできないと思うんですね。一つ前に出させていただいたこちらの動画でも話をさせていただいている通り、2020年は大きな転換期になるっていうふうに自分自身は確信しています。それは別に HSP の方だけではなくって、全ての人にとって改めてどうやって生きていくか、どういった考え方を持っていくのかっていうのを見直すものすごいチャンスだと思います。で、何を進めていくにもとにかく大切なことっていうのは、まず自分で考えてみる力です。わからないならわからないなりに自分で仮説を立ててみる力、これを持たずして、どんな商売をやろうが何をしようが絶対に成功することはないんですね。かつ最も大切なことっていうのは礼節です。この礼節っていうのは訓練で培えるものですから、例えば、あ、お疲れ様ですとか、おはようございますとか、そういった基本的な、それが文面であろうが言葉であろうが基本的な挨拶ですね。あとは人から何か物を受け取るときには、こういうふうに受け取らないでちゃんとこういうふうに見て、別に両手じゃなくてもいいけどこういうふうにちゃんと受け取るだとか、こういった部分っていうのを端折って、で、なんかの商売で儲けりゃいいだとか、自分は自分の環境を求めて突っ走ってきゃいいとか思ってる人は、それはへそで茶を沸かす話ですから、この基本的なベースがあって、かつ今回お伝えしたこの付き合う友達や環境、情報の取捨選択っていうのを行うことで、初めて現実的に変えていく、自分自身っていうのをさらに高みへと持っていくことができるんですね。難しい言い方するとハイヤーセルフなんて言い方をしますが、より高次元の自分自身を作り上げていくというか、に近づいていくことができるんじゃないかなと思います。というわけで今回は HSP 特性の人が2020年の転換期、どのようなポイントに気をつけて生きていけばよいかという話を、自分の実体験ベースで話しさせていただきました。今回の動画もし良かったと思いましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録いただければ幸甚でございます。では失礼いたします。